全人類の夢、世界旅行。これが僕の奥さんのすみちゃん。すみちゃんとかれこれ1年半、40カ所を超える国と地域を回って、たくさんの服を着て、食べて、運動して、寝て、冒険して、猫とじゃれてっていう貴重な体験をたった一つのスーツケースで過ごしてます。今日の動画ではこのスーツケースでめちゃくちゃ大事なグッズたちとあえて持って行ってないものを紹介しようと思うんだけど、この動画はスーツケースの宣伝でも旅行の宣伝でもございません。もしあなたが世界旅行を夢見ていないのであれば、今日の動画はスキップしてください。OK、 じゃああなたも世界旅行に行ってみたいということなので、早速説明していきましょう。はい、今日はですね、今から世界旅行のパッキングをやっていこうと思うんですけれども、絶対持って行った方がいいものと、実はいらない持って行かなくていいものを紹介しながらパッキングしていこうと思いますので、海外旅行の参考にしてもらえればと思います。ゼオ家のスーツケースの秘密その1、パッキングを全力でエンジョイしよう。旅行はパッキングから始まり、アンパッキングで終わる。どんな服を着て、どんなグッズを持って行って、現地の気候が何度で、この想像だけで実際の旅行の何倍も時間を楽しめちゃうよね。せっかくの楽しい旅行、パッキングの時間から全力でエンジョイしよう。ゼオ家のスーツケースの秘密その2、パッキングのルールをマスターせよ。国際線のスーツケースの重量はだいたい23キロが上限。スーツケースの幅や機内に持ち込めるグッズにも限界があるので、どれを持っていくべきかしっかり吟味しよう。ちなみにスーツケースで気に入って使ってるのはこれ、サムソナイトオクトライトスピナー75リットル。スーツケースって頑丈なのは重量が重いし、軽くて薄いのはすぐ壊れがちなんだけど、これは軽くて薄くて頑丈で、値段も高級スーツケースの半分くらいなので、ボッケー重宝してる。スーツケースと機内に持ち込める手荷物の基本ルールをおさらいしておこうと思うんだけど、化粧水、シャンプー、ワックスなどの液体類や、ヒゲ剃り、爪切り、ハサミなどの刃物類は手荷物ではなくスーツケースに入れないといけない。逆にスマホのモバイルバッテリーやドローン、カメラのバッテリー類、パソコンや一眼レフなどの電子機器類はスーツケースではなく手荷物に入れないといけないので要注意。ちなみに機内には 100ml 以下であれば液体を持ち込むことができるので、もし歯磨き粉や化粧水などを持ち込みたい人はプラスチックの小瓶に入れて持ち込もう。僕の場合はよくうっかりワックスや爪切りを手荷物に入れて没収されて、海外の使い慣れてないものを買わされてる経験があるので、ここはガチで押さえておいた方がいい。はい、ということで、あと数時間後ぐらいに日本を出発して、3ヶ月の世界旅行、ちょっとショートスパンなんですけども、出発しようと思ってます。で、今ね、この通りパッキングが完了して準備万端の状態でございます。スーツケースの秘密その3、パッキングのコツをマスターせよ。実際今回僕たちが使ってるパッキングのコツはこんな感じ。1つ目、ジップロックでパッキングすること。ジップロックでパッキング、なんかこういう感じでしてるんですけど、以前はこういうちょっと可愛げな布を使ってたんですよ。中身がやっぱ見えなくて、あれ何入ってたんだっけって、長期旅行になると結構わけわかんなくなってきて、探す手間がかかってきて、結局ジップロックに落ち着きました。確かに前僕も結構カメラのパーツとかを、カメラじゃん、黒いポーチついてくるから、毎回全てこうやってバーって出して散らかして、あ、どれだっけみたいなやってたけど、カメラ類のこのパーツをこんな感じで、ね、見やすく、うん、なる、こんな感じで可視化してます。2つ目、服は洗濯前提で最小限していくことです。全く持ってかないはないんですけど、現地行って、うわ、これないわ、足んないわみたいなやつは現地調達してます。今回最初にハワイに行くので、基本もう夏物しか持ってってません。で、なんかアイスランドとかスイス行って寒くなったら、あの現地で買おうと思ってます。今回今9月のハワイ、いや、真夏っすよね。その後アメリカ渡ってヨーロッパの北欧の方に行くんですよ。で、北欧が気温が10度ぐらいで、まあ、言ったら冬なんですよね。アウター持ってこうかなと思ったんですけど、アウターってこう最初ずっとなんかお荷物になっちゃって、旅の中盤ぐらいでようやく登場ぐらいになって、そこの無駄なスペースと、あとは結局現地が何度なのかって、現地行ってから肌感で感じた方がいいから、なんかむっちゃ寒いかもっつって、むっちゃ分厚いの入れといて、現地行ったら、あったかいやんみたいな、なんかめちゃくちゃもったいないんで、もう
現地でそれは調達するつもりで行くっていうのがね、いいんじゃないかと思います。そう、アウターの面積やばかったもんね。4分の1ぐらい締め始めるからもうスーツケースなのかアウターなのか区別つかないぐらいの感じだったんで、やばかったよね、はい、3つ目、スキンケアとかシャンプーとかのストック基本でかない。日用品っていうか、そうそうそう、日用品、洗顔、化粧水、乳液、シャンプー、トリートメントとか。なくなったら現地で買う。最初到着して買う気力がないと思うので疲れて、なので最初まあ2週間とか過ごせる量を持ってくけど、それ以上は持ってかないようにしてます。はい、重いです。確かにね、最初の世界旅行の時はその分を生活しきる気合でなぜか望んじゃうと思うし、なんか多分想像されてる世界旅行ってそうなんじゃないかと思うと思うんですけど、ね、別にその現地は現地の薬局もドラッグストア普通にあるんで、普通にあるんで、まあ日本で売ってないやつもあったり、日本で見たことあるやつも普通にあるんで、逆に充実してるもんね。あ、そうフランスとかヨーロッパとか日本でちょっと高いやつの安く買えたりとかもあるんで、そういうの楽しんできながらやっていくのがいいと思います。ダルシュポゼはめちゃくちゃ安く買えるんで、ちなみにスミちゃんも薬局間に合わせてショッピングとかじゃなくて薬局に2時間こもるとかやってるんでめちゃくちゃ薬局おすすめですね。何でも揃います。4つ目、洗濯ネットです。洗濯ネット、こういうのですね、皆さんもご自宅で使ってると思うんですけど、海外の洗濯機はもうとにかく強いで、私は実際に気に入ってたワンピースがちぎれたりとか、あと下着が壊れたり、まあ、ブラジャーが壊れたりっていう経験があって、洗濯ネットは絶対持ってった方がいいです。結構しっかりちぎれてて、もう T シャツもキュッてね、そうそうそう、ちえー、みたいなバリバリに破けてる、やば。そう、サイズもめちゃくちゃちっちゃくなっちゃうんですよね。なんで今回は通常のこういう洗濯ネットとかと別で、下着用の洗濯ネットも今回加えて持っていこうと思います。これは必須。だから洗濯ネット持っていくと海外で洗濯できて、まあ服をね最小限で持っていくっていうのにも役立つみたいな感じですね。5つ目は、はい、マイ箸、マイスプーンを持っていくです。今まではなんかよく百均とかに売ってそうなこういうバラで使い捨てのものをずっと持ってってたんですけど、結構かさばるんですよ。今回はなんと見えづらいんですけど、前箸と前スプーンを持っていこうと思います。スプーンとフォークはこういうの買えるんですけど、箸はマジで売ってなくて、コンビニで飯買った時とか海外のスプーンとかむちゃくちゃ弱いんですよ。例えばレタスがもうさせないぐらいふにょふにょみたいなフォークとか多いんで、箸欲しいなと思ってたんですけど、どこに売ってなかったん でようやく世界旅行一周終わって、ラストの国ハワイでこの箸を800円に売ってて、この一膳が高っみたいな。で次回のも持っていこうということで、箸を持っていこうということでございます。だからこれで今回はこういうやつを持っていかずに圧縮する、そう、洗って使い回す、洗って使い回す感じにサステナブルしていきます。ちなみに調味料入ってるけど、調味料は塩これは塩です。塩だ。これはもうめちゃくちゃお気に入りの塩で、サラダとか量はボリューミーなんだけど、ドレッシングがマジで足らないケースが多くてそういう時は塩をかけて食べてるよね。あるあるある、めっちゃある。しかもこの塩がガリ塩でうまいうまいうまい。これはうまいので持ってきます。だしを持ってくとか醤油持ってくっていう方もいるんですけど、僕らはちょっとそれは持ってかなくて、だしかけちゃうと日本食になっちゃうから、そこは現地の味を尊重、まあ塩かけて何言ってんだって話だけど、現地の味を尊重して塩だけにしようみたいな。自分たちなりのね配慮は自分から始められる歩みよりくみちゃんのが以上で、僕のパッキングのコツを紹介していこうと思います。パッキングはもうめちゃくちゃ今圧縮して持ってって、で大体国際線だとスーツケースは23キロ以内に収めないといけないんですけど、今これ17キロに収めてるぐらい、3ヶ月の荷物が13キロ、しかも僕の場合カメラもむちゃくちゃあるんですけど、そのぐらいに収まれるぐらいに留めてる、もう最高のパッキングです。基本、まあ、衣類とかはギュッと収めたいんで、こうやってね丸めて入れてます。丸めて入れることでギュッとねちっちゃく入れられて、よりたくさんのものが入れられるっていう感じです。今回はこの服を最小限するために、前回ねカジュアルな服と運動する服とおしゃれなフォーマルな服みたいな
世界旅行だから、パリでおしゃれしておしゃれレストラン行くとか、あとは運動もジムでしたいとか、あとはその普通のカジュアルな服とかも持ってくぞっつって持ってってたんですけど、結局フォーマルな服着なかったし、運動する服とカジュアルな服も一緒だったらいいなみたいな感じで、今回はもうフォーマルはもう捨てました。前回ほぼ着てない、海外で何かあるかもと思って持ってってたんですけど、ドバイとパリのオペラ座とか、ああ、で結局そういうとこってじゃあ持ってくか、何しよう、ザラで買ってこようかなって、それ海外でできちゃうんで、それも結局必要になったら買う感じで考えてて、今回はさらにもう洗練に洗練を重ねて、ズボンとトップスで色が合わない服ってあるじゃないですか、この T シャツはこのパンツだと合わないんだよねみたいな、それをゼロにファッションショー2時間ぐらいしまって上下合わないやつを排除して、どの組み合わせでも上下合うような服っていうのだけを持ってってるんで、着ない服が1個もないっていう状態にまで、ね、詰めてます。さらに同じような理論で、もうパンツもトランクスも全部同じものと、靴下も全部同じもの、もうどの組み合わせでも大丈夫みたいな状態にして、このパッキングをやってます。スーツケースの秘密その4、持っていかないものを明確にしよう。そもそもネットでは持っていった方がいい便利アイテムみたいなものを紹介している動画がめちゃくちゃ多いんだけど、海外旅行を快適にするためにはどちらかというと持っていかなくていいものをはっきりさせておく方が先なんだよね。僕たちの持っていかないものリストはこんな感じ。変換プラグあるじゃないですか、これ、昔はもう変圧器みたいなのあったと思うんですけど、変圧器は今ほぼいらないです。唯一いるのは日本のドライヤーを持ってってやるときはいるらしいんですけど、基本ドライヤーってホテルにあるんで、まあ、ドライヤーも持ってかないし、そもそも変圧器はもういらないかなということで持ってきません。服もさっき言った通り季節変わったりとか、現地のおしゃれも全然違うんで、日本で買った服がおしゃれじゃないんで、ヨーロッパとヨーロッパのおしゃれがあるし、ドバイはドバイのおしゃれがあって、まあ、僕みたいに失敗しないように現地のおしゃれ行くのがまあ僕ら個人的には好きかなっていうので、季節もね現地行ってから考えた方が早いかなっていうところで、大量の服は持っていかずに現地で買っていきます。モバイルルーターは持ってきません。モバイルルーター昔はちょっとこういうスマホでね Wi-Fi 使うためにモバイルルーターっていうのを別で持ってってたんですけども、今そういうのなく eSIM 使ったりとか、僕であれば世界データ定額っていう au とか UQ モバイルとかから出てる世界データ定額ってやつを使えば、世界中ってほぼどこでも1日490円ぐらいで使えるんで、昨日予約したんですけども30日使って1万4700円ぐらい、そいつ持ってくとね、そいつの充電も気にしないといけないし、制限ギガ数とかもあって、でめっちゃめんどくさいんで絶対持ってかないです。現金は少しはね持ってきはします。本当に現金しか使えないような超ローカルな店とか街行った時に使う分、それでも多分1万円ぐらいあったらいいかなと思います。あとはベッドに、アメリカとかだとチップで何ドルか置くので、その分の現金で払うチップの分ぐらいになると本当1万円ぐらいとりあえずあればいいかなと思います。海外の ATM とかでも下ろせるんで、必要になったら下ろしてきゃいいかなと思ってるんで、10万円とか20万円とかも持ってく方もいるんですけど、あれ結構個人的に危ないと思ってて、取られる原因になるんで、必要な分をね適宜持ってくだけでいいかなと思います。今はね本当にクレジットカードで大体もうキャッシュレスで決済もできるし、 Apple Pay とか携帯に入れていれば盗難防止にもなるんで、全然それで過ごせるし、実際世界旅行一周でほぼ現金持たずにやりくりしてたんですけど、実際僕らが現地で過ごしてたんで本当に持っていかなくていいかなと。現金払いのお店には多分基本私じゃ入ってないので、あ現金なんだ、あじゃあいいですって、入んなきゃいけないだけなんで、そうそう選択すればいいだけなんで、クレジットカードで過ごせました。海外に持っていかなくていいもの、その次は傘です。雨降った時、まあ、どうしようみたいな思って、僕らも最初持ってってたんですけども、実際使わなかったです。なんでかっていうと、雨降ったら別にその場でとどまっときゃいいし、まあ、タクシー乗るなり電車乗るなりすればいい、まあ、その間だけちょびっとだけ濡れるだけなんで、まあ、わざわざ持ってかなくてもいいかなっていう。なんだったら別に現地で普通に500円ぐらいで買えるんで、日本と同じの価格で買えるので、わざと持ってかなくてもいいし、あと海外の人結構刺さないんですよ。パリ行った時とか結構雨と喋りだったんですけど、誰もエッフェル塔の前で傘も差さず観光してたんで、私たちも傘を差す習慣がなくなって全く傘は使わなかったです。この
飛行機の中で使うエア枕、うん、首枕、こいつは僕らはね、いらないものランキング堂々の1位にしようと思います。で、なんかこれ僕らも絶対まあ持っていくじゃないですか、これ飛行機なんか首痛くなるんで、これあると快適だよみたいな、うん、でもなんかある日気づいたんですよ、これなんかそんな寝心地良くなくないですか良くなくなくないですか確かに、それは分かる。あと結構やっぱ密着するから暑い、うん、暑い、そう、うん、暑い、飛行機の中で温度調整むずいし、難しいから、なんかこうパンパンに膨らまして、うーみたいななって、うー寝づらいよみたいな、で空気減らしてみて、あれなんかこれなんか意味あんだっけみたいななってやってるじゃないですか。やったこと絶対ありますよね。確かこれないとこうなっちゃって首痛くなるんですけど、気づいたんですけど、僕途中で世界旅行の途中でこれつけて首痛くなったんですけど、10分で治るんですよこの痛みって。確かに、エッジ外とかじゃなくて10分ぐらいなんかちょっと痛いみたいな、終わった後はもう現地で楽しく毎回過ごしてるんで、世界旅行後半ぐらいから僕は捨てちゃって、これって飛行機の中では使いますけども、ついちゃったらねずっとここに入れとかないといけないんで、それもねスペースの邪魔なんで捨てちゃって結構快適に過ごせてたんで高速ですけどゼオ家のスーツケースの秘密その5、海外旅行に持っていくもの。海外旅行では気温、文化、生物、食品も違うので、日本にはないそういった環境に適応するためのグッズにフォーカスして持っていってます。タコ足、結構携帯充電したり、私だと髪の毛巻いたりとかするので、同時に何個も使いたい時があるんですよ。とゼオさんはカメラを充電めちゃくちゃするので、これないともう充電が何も賄えないってくるからそうそうそうお互い1個ずつ出てます。日本のこのコンセント当然させないんで、変換プラグ1個に対して、あとはこっちのタコ足側は日本のプラグで OK なんで、まあ、っていう意味でもね、こいつはめちゃくちゃ必須です。これ多分海外旅行の時も結構普通にサラリーマン時代も持ってってたんで、絶対持ってった方がいいと思います。 Amazon に一応じゃあなんかリンクでも貼っときますAmazon で3日前ぐらい買ったやつなんで、そうなんです、とりあえず迷ったかな、これ虫除けです。あ、海外にいると日本じゃ見たことのない虫がいっぱいいるんですよ刺された時とかきついんで、病院行くのもやっぱ高いしきついんで、これは結構必須です。確かに、すげえいいポイント確かに虫マジわけわからん虫いるし、そう、それこそあの人間が動物に殺されるランキング1位は蚊だから、うん、そう蚊でライオンとかクマとかじゃなくて蚊で亡くなる方って多いんで、そういう意味でもね、この海外で虫除けスプレーは持っていくべきかなと思います。4つ目、ガルのシュノーケルセットです私たちよくリゾート行ったら必ずシュノーケルするんですよ。自分のやっぱりマスクがあると自分にフィットするものを買っているので、これが安心感があるということでいつも出てます。ガルは特に日本人向けにフィットしやすいようにできてるし、プロの方とかクロートの方でも使われてるやつなんで、1個あるともう数年安心して使えるものなんで、僕泳ぎ苦手なんですけど、これつけることで少しちょっと精神を水中で海外を見てるやっぱむっちゃ怖いんで、ガイドの人もポンポン行くし、うん、もうバーって行っちゃって、え、やばいやばいってなってで、海外のマスクつけてるとカパカパしたりとか、うん、心理的にも焦るんで、日本製の自分のやつをね持っていくとすごいおすすめです。おすすめです。私これ5年ぐらい使ってるんですけど、うん、一切水入ることもなく使えてるので結構長持ちします。逆にフィンは今回持っていかない？今回そう、フィンは持っていかない、うん、本当は持ってきたいけど結構重いんだよね。で、まあ、使う場面は多分ハワイの1カ国だけなので、レンタルで代用しようかなと思ってます。次これです。それちっちゃい5個目、5個目、トレッキングシューズです。あー、いるわこれ。いるよマジで。これめっちゃダサいじゃないですか。そう、ダサいんですよこいつは。ダサいんだけど本当一番いるかも。一番いるかも。だから服とかはどうでもよくて、これだけあればもう生きていける。生きていけるよね。もう全部いらないと思う。これだけあれば本当に信じられないぐらい。もしかしたらハワイの街歩くだけとかだったらいらないんですけど、うん、ハイキングしたりとかそのアイスランドネイチャーを歩くってなると本当に長い距離歩くし、こう平坦な道じゃなくてガタガタしてるんですよね。これはマジで疲れなくて痛くなんないよ。なんない。旅ってこう足が棒になるみたいな、うん、
うわ疲れた足がボーダーみたいな経験あるじゃないですか。これ履いてたらなんないんですよ。なる可能性が低いとかなりづらいとかなくてならない本当にならない。だからなんだったら本当は街でも履きたい。そう、街あのショッピングとかで足痛くなるんで。履き心地良すぎて私はラスベガスもニューヨークもそうこれで歩いてます。そう結局そうてか街で本当履きたいとかじゃなくて履いてたし実際これはなんかロンドン行った時のスポーツ店で店員さんが選んでくれたんですけど、そうこれただこれを買えばいいわけじゃなくてサイズのフィット感がむっちゃ大事らしくて、海外だとめちゃくちゃこれ精密に計測されて普段履いてるサイズとかじゃなくて今のこの足の状態で測ってで、かつ下り坂上り坂のこう練習コースみたいなのが用意されてて、上り坂はどうだみたいな、で下り坂でつま先が当たらないことが大事だから当たってたらもう一個サイズアップして次こっち履くか、まあ、日本の登山ショップとかもやってくれるかどうかちょっとわかんないですけど、それぐらい今までやったことないぐらいオーダーメイドみたいなぐらいの感じで君はこれにしなさいって言われてダサーと思ったんですけど、今はもうこれのおかげで足疲れないんで最高の相棒ですね。相棒だよね。6つ目はカップラーメンとプロテインバーです。これは前回も持ってめちゃくちゃ役立って今回もまた持ってくんですけど、長時間フライトを得てホテルに到着した後ってもう何もする気とか買いに行く気が起きないんですよ。そういう時にホテルにあるカップとかをちょっと利用させてもらってカップラーメンをその日は食べてしのぐっていう、あと旅中お腹すくんで、まあ、こういうね手軽なものを持っていくようにしてます。外食全般そうですけど炭水化物と脂質ばっかになっちゃうんで、なんかこうプロテインの要素入ってると嬉しいな、まあ、こっちはまあないですけどはい、じゃあ次はやっぱ長くなるんで体のメンテ類、爪切りとかあとは耳かき、カミソリですね、眉毛剃ったりするカミソリ、あとは海外行って栓抜き、あのワインとかの栓コルク抜きもそうだし、ビールをこう栓で抜くタイプのやつがあるんでこれ持ってくと結構便利、持ってかなくてホテルで貸してくれることもあったし現地で買えもするんですけど、まあ、前回僕らは多分2回ぐらい買ったよね、買い足すぐらいあの必要だったんで今回持っていこうかなと思います。ちなみに一番大事なものを説明するのを忘れてたんだけど、いつも体調管理のためにお薬を持って行ってます。胃薬、風邪薬、ロキソニン、かゆみ止め、酔い止め、女性の方は生理用品を持って行っても安心かと思います。海外に行くと食べ過ぎ、飲み過ぎ、疲れ、いろんな要素が体にやってくるので最高の旅の思い出にするために忘れずに準備しておいてください。はい、というのがね、今日ご紹介した皆さんのやっぱ T シャツもこれでくるくる巻きに、くるくる巻きでやっちゃってください。それじゃあ皆さんともに今からハワイに行きましょう。